公明党の石井圭一代表は28日の記者会見で27日の衆院選で落選したことを受けて党代表を辞任する意向を示唆した石井代表は今回の選挙の総括をしっかり行うとともに党再建に向けて新しい体制構築も含め党内で相談をして行きたいと表明した上で記者団から落選して議員でなくても代表を続ける 可能性について問われ、国会議員でなくなれば、代表を続けると、いろんな困難が伴う。そういったことも含めよく検討したいと述べた。石井代表は9月の党大会で新たに代表に選ばれたばかりだったが、衆院選の埼玉14区で、国民民主党の候補に敗れ、比例代表への重複もなかったため、落選した。石井代表は66歳で、これまでに、 国土交通省や党幹事長などを歴任してきた以下はネット上の意見をまとめたものです佐藤茂木副代表をはじめ一気に小選挙区で7人も落選してしまったため後任選びは相当悩ましいですねさすがにもう一度山口前代表が返り咲くわけにもいかないでしょうしそして来年には参院選や都議選も控えており このまま自民党の裏金問題の影響を受け続けるともはや党としてもとない記載します連立解消も含め一度付き合い方を考えた方が党のためには良いかと思いますそりゃあれだけ大口叩いて小選挙区だけで選挙に出たのだから結果責任は取らないといけない国民民主党の鈴木候補が小選挙区で当選したのは大金制だよ 新馬幹事長も、ありと像の戦いと言ったらしいからね。鈴木候補当選おめでとうございます。以前は公明党にも役割があったのかもしれませんが、今では国土交通大臣枠やその利権にしがみついているただの利権団体に見えます。一度連立を解消し、決闘の意味を考えて初心に帰った方が良いと思います。正直、 学会の人からの電話も鬱陶しさもあるので回答してもそれはそれで賢明な判断と考えます総価学会員の多くは公明党に入れることで幸せになれると信じていますでも自分の生活を見てみるといつまでも唾を飲んでは暮らしていけないと腹を減らした時に思ったり可愛い子供に我慢を強いるのはいよいよ無理だと思ったのでしょう 学会員は宗教と生活は話して考えられない、信心即生活と教えられます。まさに、この教えを物価高騰の今身をもって感じているのでしょう。日本には、学会員以外にも、盲目的に従順な人がたくさんいると思いますが、これは極めて楽だと思いますが、同時に極めて危険です。勇気を持って、自分の意思をもとう。 今まで何の考えもなしに名誉職的に国土交通大臣をもらってたがこれで真面目に政治することに目覚めてほしいよアンタッチャブルで近代の政治として非常に気味の悪い状況だったわけでね自動車に関する税や企画だけでも一方的で古いシステムを続けているだけ JAF をはじめ民間もいろいろ言ってきたが何言っても無視されてきたもんね 全て刷新する方向に向かってほしいよ。電気自動車に対する優遇ももはやエビデンスのない、経済性だし、古い車に高い税率かけてるのって日本だけじゃないの。とにかく日本は普通になってくれ。大多数が納得できる、普通のシステムに。そもそも実力、知名度いずれも公明党では、山口さんが飛び抜けた存在。公明党を支持していない層に対してでさえ、 一定の好感度を与えているのも大きい。多選や年齢的な問題はあったけれど、後任が失礼ながら地味な石井さんであることを考えると、代表の交代は大失敗であったと言わざるを得ないだろうね。とはいえ、山口さんの再登板はさすがにないだろうし、公明党もこれといった人が見当たらず、人材不足が深刻だね。党の代表が落選したんだから。 辞任は当然でしょうね。これがもし石井さんではなく山口さんのままだったら少しは結果が違ったかもいずれにせよ公明党の議員も学会委員も続投は望まないだろうから潔く辞任された方が良いと思う。それと、敗因は自民党の金魚の糞にもあるわけだから連立の枠組みについても大いに反省すべきだろう。いや、代表が落選という結果。 これには公明党支持者も落胆の色は隠せないだろう重鎮でいえば斉藤哲夫も結構ギリギリでしたね新人の立憲候補者がかなり躍進してたここは候補者そのものが少ないので救われただけに見える新体制になっても高齢化は防げない公明党が支持率を伸ばすということは考えられない重宝されていた 組織力も限りが見え、公明党と連立するメリットもなくなっていくだろう。公明だけではなく共産が議席を減らしたのも、高齢者が支える組織政党の凋落を表しているのだと思います。それに対し、国民民主党や令和といった若者、現役世代が支持層となる政策本位の政党の躍進が、今回の選挙の特徴でした。 組織と遅延の政治から政策を評価される政治へと、まだ小さな一歩ですが、進んだように思います。公明党も、党員の高齢化、そして高齢化に伴い党員数そのものも、減少傾向にある状況。今は、まだ良いが、衆票力が今後さらに落ちれば、自民党としても公明党の顔色を伺う必要は、大きくなくなるだろう。 そううなった時に公明党はどう行動するのか。自民党と決別してケアしても他の野党から相手にしてもらえるかわからない何があっても自民党についていくか野党の一政党として一匹狼でやっていくのか今回の惨敗は公明党にとっても大きな岐路になるのかもしれない公明党はもう自民から離れるべきですよ 移民政策をはじめ自民追随政策では頼まれても投票はいたしません公明党は裏金もないのに2000万もないのに割を食う全く自民党公明派になってしましました結果良識ある一部学会員は距離を置いています代表は大敗だけでも辞任は必要です落選であれば当然の辞任でしょう復活は簡単です 国民の方を見てください。移民政策も、夫婦別姓も反対です。政策を考え直すことですね。日頃地元サービスしておらず、真面目で堅苦しそうな石井氏ですから、普通に好かれなかっただけと思います。大阪では公明は、完全に維新に排除されてしまったが、全体では維新も減らしており、はっきり言ってババ不人気、吉村人気が、見事に現れています。 馬場さんん。もも身体を考えた方がいいかもしれません国民民主党の鈴木さんは大金星、まさにジャイアントキリングを成し遂げた公明党は国交省を牛耳っていた政党として中国人に簡単に免許交付をできるようにしたりそれに伴う事故が増えたりで国民の不満感情が爆発したのがこの結果だろう 公明党もこれ以上新しい党首に首をすぎ替えたところで目星い人材がいないように見えるので厳しい時代が続くだろう山口夏夫さんが15年近く代表を務めて山口体制の安定感に党全体が依存してしまった依存が深ければ深いほど代替わりは困難が伴う石井さんもそれなりに準備してきたんだけどね 就任からたったっヶ月でこの惨敗残念でした上昇が宿命づけられている公明党創価学会を率いてこの惨敗を喫しては政界引退不可避ですがまずは自己連立を解消する方が良いと思います互いの政策が水と油なのに組んでいる時点で不自然だし片方が進めようとしている政策を もう片方が反対するので結局妥協案で可決したことも何度となくありました特に対中政策は最悪でしょう3年前の対中非難決議の時に人権侵害ではなく人権状況とかいうよくわからない文言で可決されてしまったしそもそも最初に反対したのは公明党でそれに配慮して二階さんや副審の林幹雄さんも書き直すよう命じたんでしたっけ おかげで、締まりのない、柔らかい表現の決議文になってしまいました。最近では日本に来た、中国人が簡単に、日本の運転免許を取得できるとして問題になってますよね。これも公明党が関係してるのか。議席数の関係だけで、いつまでも連立組んでも先細り、これから、ますます議席数を減らすだけではありませんか 多分自民党支持者の多くも解消してほしいと思っているんじゃないですかね。